時時刻8時8分回りましたさあ火曜日のこの時間は家事の合間や通勤通学の時間帯に是非ということで本をご紹介しております今朝はですねオランダの作家さんでトーン・テレヘンさんという方が書かれました「ハリネズミの願い」という本にしてみましたこれはですね2017年の本屋大賞翻訳小説部門 の大賞を受賞されていいる作品ととうことでちなみに2017年の本屋大賞を受賞した作品皆さん覚えていらっしゃいますか番組でもご紹介をしましたけれどもオンダリクさんが書かれましたミツバチとエンライですあの天才ピアニストと呼ばれる方と努力し続けてきているピアニストというピアノ業界ですねピアノのそのコンクールの裏事情が描かれたという大作でしたね。さあ今日ご紹介のこのこ方は オランダの国民的作家でこれれまででも動物をを主人公とした作品を数多く発表されている方なんですでこの作品を注目されたオランダに住んでらっしゃる翻訳者の永山咲さんがこの本が日本人にきっと共感されるんじゃないかなということで翻訳をされましたで翻訳しようとした時にですね作家のトーン・テレヘンさんなんですけれどもどうしてこの本を選ぶんだろうって。 すごく驚かれたんですってでこの本は英語にもなってないんです英語の翻訳かかってないんですねで作品の中でもあんまりヒットしなかったんですって <laughs> へーと思うんですけれどもすごくねあのー、私は心打たれる作品だったんですがこの翻訳されたことをきっかけに日本でベストセラーになりましてそこから 台湾とか韓国の出版でも注目されてアジアに広がって逆に今度逆ユーですねオランダの新聞で取り上げられるようになったということでストーリーはあの小説部門で賞を取ってらっしゃるんですけどまるでね小説なんですよ文字でちゃんとした小説になってるんですけれども読んでいると絵本のページをめくっているかのようなそんな感覚に陥ってしまうんです まあ、というのもこのですねトーンテレヘンさんはもともとがごい優秀なでご結婚されてご自身にお子様ができた時にその子育てを一生懸命奥さんと頑張ってる中で本をこの子たちに書いてあげようと思ってあの自分で自分の娘さんたちのために絵本を書いたことがきっかけでその本が、まあ、あの口コミでどんどん広がっていって。 作家の道にっていう方なんですもともと絵本を書かれたということで今回もですねハリネズミって自分の体中にいっぱい針がついててそんな自分が大っ嫌いなハリネズミがそれでもどうしても友達が欲しいなと思ってどうやったらうまくあのみんなと付き合えるのかなそうだおうちに呼んでみようと思ってとある、まあ、例えばクマに招待状を書いてみようと思うわけですよ。そしたら いやちょっと待てよもしうちにクマが来たとしたらこんなことが起こるんじゃないかあんなことが起こるんじゃないかえっゾウが来たらこんなことになるのかなと一人ですね妄想ががどどんどん広がっていくわけですで結局ですね最終的にはいろんな動物たちとのこう自分との付き合いを妄想していくんですけれども最後に一つ妄想ではなくって友人ができるわけです。 で,そこでででそこすね自分が今までこう閉ざしていた心を開くことができて、まあ、例えばいろんなものが見えてくる分かってくる新しい扉が開くということであのー、年末でね師走で忙しくって今年もバタバタしてるうちに終わってしまったなとかこうしたかったのにああできなかったなと思うのが大人の常だと思うんですけれどもこの本を読んでいるとその大人として今行動している ちょっと硬くなった心があそうじゃなくてこれぐらい柔らかくしてもいいんじゃないだろうかと思わせてくれるんじゃないかなと年末だからこそもう少ししたら新しい年を迎えるからこそ今読んでいただきたいそんな本だと思います。ご紹介したのはトーンテレヘンさんが書かれました「ハリネズミの願い」新潮社から出版されておりますので気になったという方はお近くの本屋さんで。 では頼まれてもいませんが今週も帯を書きたいと思いますなんか本当にあの絵本でも十分通用するというか絵本見てるみたいな本でしたよ失敗した <laughs> はいできましたはいってすぐに答えられたらいいなと思ってこの帯を書いてみましたでは発表します ありのままの自分お好きですか